皆さんこんにちは、哲郎です。今日は商人列伝として大倉喜八郎を取り上げます。幕末から明治、大正、昭和を生き抜き商人道に徹した人物としても知られております。また死の商人とも呼ばれる大倉ですが、今回はその生涯をダイジェストで見ていきたいと思います。それではスタートしましょう。まずはこちらの同年代の人物から見ていきましょう。その他にもですね、経済人いっぱいいるんですけども、ちょっとこうね、分かりやすく絞りました。まず最初は岩崎弥太郎さん、1835年三菱創業者です。坂本龍馬の開園隊の流れを受けてからの海運業からこうのし上がっていって財閥を作った人物です。そして五代友厚、1836年、戊辰戦争で疲弊した大阪の町を復興させた人物です。東の渋沢、西の五代とも呼ばれたりしております。大倉喜八郎、1837年、大倉財閥を築きました。今日の主人公なのでこの後特集していきます。安田善次郎、1838年、一大金融財閥を築き上げ金融王とも呼ばれた人物です。ちなみに喜八郎とは同じ東北出身者だったので、この喜八郎が江戸に出た時ですね、飲み屋で共に飲み交わした仲だったということです。渋沢栄一、1840年、近代資本主義の父と呼ばれる人物ですね。大倉喜八郎とも深く親交のあった人物です。最後は鹿島岩吉、1840年です。ちょっと写真がなかったのでこれは載せてないんですけども、鹿島建設です。言わずと知れた日本の大手総合建設会社の鹿島建設の創設になりまして、日経平均株価の構成銘柄の一つでもあります。さてここから喜八郎の人生についてダイジェストでお伝えしていきましょう。天保8年1837年、越後の国神原郡柴田、現在の新潟県柴田市になりますが、あそこに生まれます。そんな喜八郎の家は柴田の裕福な名主であり、名字帯刀が許された豪農でした。幼少期から四書五経を学び、藩の儒者の塾へ通い、勉学に励みました。この頃の偉人たちのやっぱりこうマストになるのは五代もそうですし、渋沢もそうですし、多くの人がそうなんですけど、この四書五経というのをね、やはり幼少期に学んでいることが共通で挙げられます。四書五経というのはですね、まあ人とのあり方とか、まあすごく簡単に言っちゃうとね、君主とはこうあるべきだとかね、物の考え方だったり、その中に四書ですから、論語、大学、中庸、孟子という4つの書ですね。大学というのは国をどうするべき、運営していくべきかとか、そういうことが分かって、論語は人間関係ですよね。ちなみに皆さん二宮金次郎さんって分かりますよね。こう巻き寄せよって本を読んでおりますけども、あの金次郎さんが読んでいる本がですね、大学というやつで、この師匠の中の一つ、論語、大学、中庸、孟子の大学というのを読んでおります。五経というのは易経、四経、春秋、来期とか、まあ諸経、まあそういったものを含むんですけど、今回ちょっとここはね、解説しませんけども、そういったこうなんていうのかな、人生の軸になる人としてどうあるべきかみたいなのをみんな学んでいるというのを、まあここでね、分かるかなと思います。安政元年1854年、17歳、喜八郎は姉がくれた20両を懐に一旗あげるために江戸へ向かいます。ちょうどこの年はですね、黒船が前年に、こう浦賀に来航しまして、引き続き下田に来たのがその1854年になりますね。ちょうど幕末の動乱がここから始まっていくわけです。そんな時代に、喜八郎は江戸に、ちょうど真っ只中に出ているということですね。そして麻布飯倉の乾物屋に3年間住み込んで働いた後に、上野マリシ店横丁に大倉屋、これね、習ってきた乾物ですね、を開業しております。そして喜八郎が一生懸命こう住み込んで店を構えて商いを頑張っている時に、時代の歯車というのはこう大きく動き出します。何が起こっていたかというと、この政変では浜栗御門の変とか下関戦争、薩英戦争といって、この旧幕府と新政府軍の前にこの薩長の争いとかいろいろあるわけですね。でその後に長州政党とかいろいろあるんですけど、とにかく幕末の動乱がこの頃もう動いていたよということだけちょっと、ね、皆さんね、理解しておいてください。そんなある日喜八郎は横浜に出かけました。すると外国商館が盛んに武器を仕入れているのを目撃します。そこでこれだと思った喜八郎は乾物屋を即売り払い、慶応元年1865年、この時29歳になりますけども、神田泉橋に鉄砲屋を開業します。ですが最初は資本が少ないために鉄砲そのものを置くことができず、ラッパや太鼓を飾ってごまかしていたそうです。
そして鉄砲の注文が入れば横浜までカゴを飛ばして徹夜で運びました。しかも途中に強盗に襲われる心配があったのでピストルを懐に忍ばしてことに当たったということで、まさに命がけの、ね、商売ですね。しかしこの、ね、鉄砲や乾物屋の時と違って比較すると利益は、ね、大きなものとなりました。この時代のキャチローの、まあ、この話としまして、新政府軍と旧幕府軍がこう戦っていたんですけど、その戦火を交えた戊辰戦争で江戸城が無血開城されたことに対して不服と思っていた旧幕臣たち、まあ、幕臣とか旧幕府軍の将棋隊ってあるんですけども、その将棋隊に捕まりましてですね、なんでお前は新政府に武器を売って俺らに売らないんだということでですね、惨殺されそうになりました。でそこで八郎はこのように言います。ちょっと待ってくださいと、新政府軍はね金を払うんだけども将棋隊は金を払ってくれないじゃないかと、我々商人にとっては金が命なんです、金さえもらえれば私だって将棋隊にも好きなだけ売りますよみたいなことで一生懸命言い訳をしてですね、かろうじて解放されたそうです。これはね、喜八郎の言ってることがまあ正当性ありますよね。商人ですからね、金を払わないときにそれは売れないわけですからね。さすがに将棋隊もこれで殺したらやっぱり自分たち非があると思ってそれは釈放したんでしょうね、これはね。しかしここでね、こう言い張ってね、こうだこうだって言える喜八郎のこの何ていうのかな、こう肝というかそういうものはすごいなと思いますし、これがやっぱりね、いずれ喜八郎のこの精神のもとにあるんだろうなって分かってきますよね。戊辰戦争の最後の方の函館戦争五稜郭の戦いでは、津軽藩に鉄砲1500丁を運ぶなど危険な状況でも商売をしたこともあります。ですがこの時の儲けっていうのはほぼなかったようなんですけども、このね命がけの行動に対して恩義を感じた津軽藩はですね、後に喜八郎が大蔵組を創設するんですね、明治6年です。その時に5万両を出して大株主になってくれたというね、まあ、ちゃんと恩義を返してくれたという流れも、あります。決死の覚悟で軍需物質を運ぶということで、喜八郎は明治維新の動乱がですね、まず今度収まると、これからは外国貿易が面白いと思い定めます。明治5年1872年、この時35歳になります。通訳1人を連れてアメリカに向かいます。この頃ですね、実費海外旅行というのは喜八郎が初めてとも言われてるんですね。そうですね、開国してまだそんなに海外に一般人が行くということはほぼない時代に、まあ、行くということは、まあすごい冒険心を持っている人物だなと見えますね。その後アメリカからイギリスに渡り、ロンドンで約10ヶ月間滞在します。ちょうどこの時ですね、明治政府の、まあ、岩倉使節団よく聞くじゃないですか、この岩倉具視とか大久保利通らがですね、このロンドンに滞在していました。でそこで出会いましてですね、明治政府の検官と知り合っていくわけです。要は役人たちを知り合う機会になったということですね。これがまた後の人生に影響してくるわけです。明治6年1873年、帰国した喜八郎は銀座3丁目に大蔵組商会を設立し、翌年にはロンドン支店を開業しております。これは日本人貿易者の海外支店第1号となります。この頃銀座の街に輝いたアークと、要はこの電球なんですけども、これはですね喜八郎のお土産だったそうですね。それが銀座の街に輝いていたと。そしてラシャ、毛布、洋服の輸入からスタートした大蔵組商会は朝鮮貿易、インド貿易に進出していきます。明治8年1875年、この時38歳になりますけども、雑貨を満載してですね、釜山に渡ります。そして寺を借り切り、バザー方式で全てを売り尽くしました。これを契機に中国人が独占していた対朝鮮貿易に日本人が食い込むことになっていきます。こういったこともね、突っ込んでいくのはさすがにね、喜八郎さんすごいなと。そして先ほど申し上げましたけども、決死の覚悟で軍需物質を運ぶということで、この喜八郎さん戦争とも深く関わることになります。明治7年台湾の役、明治10年西南戦争、明治27年日清戦争、明治37年日露戦争、こういった中で政府から軍隊首長の役を命ぜられました。この軍隊首長って何かというと、軍需物質の輸送することですね。例えばあの
食料もそうですし、兵士もそうですし、武器弾薬とかもそうですよね。まあ大変な役目ですけども、これなんでかっていうとですね、先ほどちょっとね、お話ししましたけども、喜八郎は大久保利通とか伊藤博文のですね、政府の要人たちとこう知り合っていたわけです。でそこでですね、喜八郎のこの大胆不敵さっていうのをですね、高く評価されているわけですよ。でそういったところから、じゃあこいつに任せようということで、この流れがね、喜八郎さんにまあ来ているわけです。そして西郷隆盛をね、こう担ぎ上げて、こう士族たちがね、こう新政府軍と戦った、まあ武士の世が終わったとされる西南戦争の真っ最中に、朝鮮半島で大飢饉がありました。朝鮮政府は日本に救援を求めます。そこで大久保利通は陸軍御用船をですね、喜八郎に提供し、米とか雑穀類を運べということで運ばせました。しかしですね、この船荷を下ろすと帰ってしまったんですね。その後、喜八郎は無事に物資を届けることになったんですけど、帰国する船がなくなっちゃったんです。で、仕方なくですね、小さなイカ釣り船を雇って帰国しようとしたんですけども、途中に大嵐に遭いですね、九死に一生を得る経験をしております。まあ大変ですよね。政府の役人、まあ大久保に頼まれて物資を届けに行って、こう届け終わったら船が帰っちゃってたみたいな。で、その頃西南戦争だから軍艦って必要なわけじゃないですか。だから迎えが絶対来ないんですよ。そこでどうしたらいいかということで、仕方なく一括り船を自分でチャーターして帰ろうとしたら嵐にあったみたいな。まあ散々な目に遭いましたね。さて、そんな喜八郎さんはですね、明治のこの実業家の渋沢栄一と特に馬が合いました。というのはですね、二人とも実際にこの頃ですね、西洋の実情を見たり、その力とか産業というのを見てきていますよね。ですから、その重要性というのを非常に理解しています。ということで、渋沢栄一さんがね、このように説きました。日本の実業の軽視の風をなんとか改めなければいけないと。この意見にですね、喜八郎さんは大きく共感していきます。明治11年、1878年、41歳の時、渋沢栄一さんに声をかけられ、発起人となり、東京商工会議所を設立します。これが現在の東京商工会議所の前身となっているわけです。ちょうどこの頃に大阪でも五代友厚が大阪商法会議所を設立し、現在の大阪商工会議所の前身を立ち上げております。こういったこともあり、東の渋沢、西の五代とも呼ばれているわけなんですけども、日本の実業界を代表するこの2人は、こちらの動画でその生涯と功績を時系列でまとめております。ぜひお時間のある時にご覧いただければと思います。幕末から明治までの2人の軌跡というのがよくわかるはずです。さて、話を戻しまして、明治の末になると大蔵組はですね、堂々たる財閥に成長していきます。明治19年、1886年、49歳の時に数名の経済人と組んで東京電灯を立ち上げます。これがですね、現在の東京電力になっています。明治20年には渋沢栄一と組んで帝国ホテル、そして札幌ビールなどの事業も始めていきます。その他にも製材、農場、埋め立てと事業を展開し、国内のみならず朝鮮半島にも進出します。日清製油、日清オイリオとかですね、日本比較、帝国劇場、帝国セイマー、東海飼料、日本科学などの企業を設立、そして経営に参加しました。ここもね、現在にこうつながっているものもありますしね、ああここから来てるのかとね、見るとなんかこうすごいなっていうね、歴史も感じますよね。明治31年、1898年、この時61歳を迎えました。喜八郎は商業の基礎を教える場所を作り、経済人をしっかりと育てたいと考えまして、大蔵商業学校、これね、現在の東京経済大学になりますね、これを設立します。そして大阪大蔵商業学校、ソウルの善林商業学校を開設し、さらにですね、学校とか研究団体への寄付というのは惜しまず行っているのがこの喜八郎なんです。明治38年、1905年、68歳になりますけども、当時の清国政府との合併事業により大陸へ事業を拡大させます。製鉄、炭鉱、鉱山開発の経営が中心で、紡績、製材、比較、発電、蒙古開発まで及んだとね、とにかくすごくいっぱいやりますよね。いやー、パワフルですよね。68ですよ。それで大陸に進出していきますからね。いやー、なんとも元気です。
このようにですね、まあ、事業拡大した喜八郎はですね、ただ金が儲かればいいというものではなくてですね、日本人と同じく東洋人の繁栄をね、助けたいという思いがあったといいます。そして喜八郎のこの大陸への進出というのは軍国主義的な意図は全くなくて、軍部におもねることもなかったということを孫も証言しております。しかも中国大陸でこの事業拡大していくのが70半ばを過ぎた頃になりますね。とにかくパワフルです。しかも88歳にして長野県と静岡県にまたがるこの標高3000メーター級の赤石岳に登頂してですね、人々を驚かせております。もうスーパーおじいちゃんですね。大正6年1917年、80歳になりました。大蔵組を大蔵財閥の参謀本部として発足します。そのもとに貿易担当の大蔵商事、土木部門の大蔵土木、現在の大成建設になります。そして鉱山部門の大蔵鉱山を直系3社として配置し、コンゼルン機構を整備しました。ここにある大成建設はね、皆さんご存知だと思うんですけども、現在の大手の総合建設会社で日経平均株価の構成銘柄の一つとなっております。ですから喜八郎さんからこう続いて現在もあると思うとですね、やはり歴史というのを感じるなと思いますし、他にも日本というのはですね、老舗企業というのがたくさんあるんですね。世界でも100年以上続く企業ランキングとか200年以上続く企業ランキングって確か発表されてるんですけど、世界のそのランキングの中でも日本はダントツの数を誇って、もうね、群を抜いてるんですね。そのぐらい日本の企業とかその老舗っていうのは続いてるんですね。そんな大蔵財閥の特徴は、商業で稼いだ資金を多角的な事業に投資するとこにあったそうです。ですが弱みとしては独自の金融部門を持たないことだとも言われております。またですね、大陸にもこう事業をこう進出していたんですけども、まあ、大きな成功と呼べるものはそうそうまあなかったみたいなことは言われております。昭和3年1928年、大蔵財閥の絶頂期に91歳という長寿でこの世を去っていきました。17歳から一旗あげるぞということで江戸に出て、武器商人から軍事物資の輸送などね、命を懸けてこうね、自分の人生を切り開き、公共事業を立ち上げ、学校の設立、大陸開拓、最後の最後までパワフルに生きた大蔵喜八郎でした。その後第二次世界大戦敗戦の影響を受け、中国大陸に投資した全てを失い、大蔵財閥は崩壊にこう追い込まれていくと。その後はですね、関連企業というのはまあ大幅に減るんですけどもですね、その流れを見ていくと、喜八郎さんが設立した大蔵組商会の根本部分というのはね、こう消えずに残って引き継がれているものもあるということです。最後はちょっとしたエピソードを紹介しますけども、この大蔵喜八郎さんが結婚したのは38歳、夫人となる時子さんは18歳の時でした。上野の忍ばず池の周りを颯爽と馬を走らせる姿に一目惚れをして喜八郎さんがプロポーズしたそうです。この頃ね、この忍ばず池のところでこうね、馬を走らせる競技とかね、いろいろあったんですけども、喜八郎さんというのはもう全く馬に乗れないんですね。ですから結婚後ですね、馬を飛ばしていく夫人のね、こうパッ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 パが行く後ですね、喜八郎さんがですね、馬車に乗ってついていったというね、こう微笑ましいエピソードも残っております。そしてこのような言葉も語っております。限りなき奮闘中に限りある命数尽きて、生体の墓場の土となれば愉快この上ない。これは絶えず視線をさまよいながら冒険してきた死を恐れない喜八郎さんだけに達観した死生観というのがこの言葉からこう見えるような気がします。ということで今回は商人列伝として大蔵喜八郎さんを特集しました。皆さんいかがでしたでしょうか。あくまでもダイジェストであり、人物を知るきっかけとしてお伝えしております。皆さんの感想、そしてこんな逸話もあるよという方はですね、そういうのも含めましてコメント欄に書き込んでください。このチャンネルでは古典歴史偉人伝を特集しています。興味のある方はチャンネル登録をして共に学び教養を高めていきましょう。また LINE アットでもリアル講座、オンライン講座の情報も配信しております。この YouTube をきっかけに参加している方も多くありますので、興味関心を持たれた方は最初に LINE アットを登録してください。皆様にお目にかかれるのを楽しみにしております。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。Thank you.
った本当のものが出てくるのか、現象のものが出てくるのかという話なんです。幕末とか、あの、維新が起こった頃って、多分本とかいう名付けのものじゃなく、やっぱり、ね、普通じゃない状況だったので、だから原始資料を読んだり、論文を読んだり、読んだ医学を読んだりしてるの。そこですよね。そこに信じる。